こんにちは、トリカラチャンネルです。大怪我から順調に回復中のニホンヤモリ。今この姿が保護から36日目の状態。そして保護から20日目に遡るとこんな感じでした。うん、やっぱり大きくなりましたね。脱皮してあどけなさが若干薄れてきたような。尻尾が伸びてきているし、とにかくほんの少しずつでいいので小さな回復を積み重ねていってほしいものです。昨晩イエコを6匹入れておきました。動きの速いイエコを捕食できるかどうか不安でしたが、そのうちの4匹を平らげたみたいです。お、俊敏な動き。そのダッシュができればこのケージ内での捕食は大丈夫そうですな。かさぶたが取れるまでもう少しかな。自然にポロって取れることを期待していますが、まあとにかく経過観察ってことで見守っていきたいと思います。こちらは去年から飼育しているヤモリちゃんたち。うちで孵化した子とその母親。今朝ケージの中を覗いてびっくりしました。卵と言いましても、このケージ内にはオスの成体がいないので、交尾する機会など皆無、つまり無精卵です。交尾していなくても産卵を繰り返すので、カルシウム不足にならないように気をつけなければ。そんなこんなでうちで飼育しているヤモリちゃんたちはそれぞれ元気に過ごしております。